叫。大妹，你饶我！你敢打？你敢打？どうしたのかね、ルーシア。せっかくの客人をもてなしもせずに返すものではない。たとえそれが招かざるものであったとしても。さて、何用かな人間たちよ。お前たちの新しき神、このゾファーを崇めに来たというのか。だとしたら気の早いことだ。お前たち人間にふさわしい世界は、これからゆっくりと作ってやろう。欲望と邪悪に満ちた世界だ。この世界は僕たちのみんなのものだ。神を倒すことなどできはしないのだよ。アルテナの力を得た私は完全なる神となったのだ。愚かな人間どもよ、神罰を受けるがいい。たとえお前が本当の神だろうと、僕たちは負けない。そして必ずルーシアを助ける。行くぞ。ヒーロー、ヒーロー、絶望の中でなぜ戦うの？戦えるの？何を信じて？それは信じ合う人間の本当の力。そう、私には分かっていたはずなの。ロンファ、あなたの熱き思いを。ジーン、あなたの明日への夢を。レミーナ、あなたの優しい気持ちを。レオ、あなたのまっすぐな瞳を。ルビー、あなたの素直な心を。そしてヒーロー、あなたの勇気と愛情を。それは私の中にある。それこそが私の心、たった一つの本当の力なのだわ。今こそ信じることができる。
かな何の力も持たない人間よ。滅びるがいい。この神の手でな。ヒーロー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 。人間の力を。私たちの世界を愛するみんなの力を。見せてやろう。今こそ。ヒーロー。そうよ。ヒーローは人間は決して負けない。何？どういうことだこれは。ゾウが愚かに狂える神、一人一人の人間の愛し合い育み合う命のきらめきこそが本当の力。それを消すことなどできはしないのに、今こそ私はそれを信じることができる。バカな。私の神の力を凌駕するものなどない。あるわけがないのだ。ロンパ、ジン、レミーナ、レオ、ルビー、ヒーロー、立ち上がって勇気ある人々、そして取り戻してあなたたちの世界を、あなたたちみんなの未来を。行くぞ、ゾワ！小賢しき人間め、滅びよ！ルジア。ヒーロー。ルーシア、人間どもめ、もはや新たなる世界の創造などどうでもよい。この世界をお前たち全てを滅ぼしてくれる。ルーシア。ヒーロー。こんなはずはない。私はやれるはずはないのだ。私が破れるはずは。ゾファ、愚かな神、もはやあなたには何の力もない。ヒーローたちの、人間の本当の力の前では。私はゾファ、暗黒の破壊人、全てに混沌の死を、みんな滅びるがいい。ゾファ、闇の世界に帰れ。ルシア。ヒーロー。なぜだ、なぜこの私が破れる人間の力ごときに。ゾファ、偽りの力が真実の力に勝ることはない。決して。真実の力、取るに足らぬ人間の力が真実だというのか。この私も、アルテナも、ゾファ、あなたすらも、すべては人間の力の中から生まれてきたもの。私たちの存在など、所詮は幻に過ぎない。私はゾファ、暗黒の破壊神、完全な神の。ヒーロー。ルシア。みんな。
こに帰るの？じゃあ私も一緒に行く。お前な、さっき俺と一緒に機械山に遊びに行くって言ってたじゃねえか。あ、そうだった。じゃあ先にルシアと戻っててよ。なんかナルが私に大人の竜の心構えを教えてくれるんだってさ。自分だって子供のくせに生意気よね。俺は子供じゃねえ。この格好が気に入ってるだけだって何度も言ってるだろ。私だってそうだもん。いいな。ついにやったな、ヒーロー。おめえにかけた俺の才の目に狂いはなかったぜ。もっともこいつは当分のとこ用なしだ。ヒーロー、俺はマウリと一緒に故郷に帰るつもりだ。そして何年かかろうが二人であの村を元の美しい村に戻してみせる。必ずな。まあゾファーだってなんだってレミーナ様にかかればこんなもんよ。でも今度のことは魔法ギルドの投資として貴重な経験だったわ。私、人々と共に歩む素晴らしい弁を再建してみせる。で、ヒーロー、今なら特別に無料で魔法ギルドに登録してあげるわよ。こんなチャンスめったにないんだからね。何笑ってんのよ、失礼ね。ちょっとは真面目に聞きなさいよ、ヒーローったら。本当によかった。これで私も過去の自分を捨て去ることができる。え？うんうん、大丈夫。だって、私には歌と踊りがある。そして、帰るところがあるもの。こんな幸せなことってないよ。ルシア、ヒーロー。落ち着いたらキャラバンに遊びにおいでよね。私、もう一度ルシアの歌が聴いてみたいんだ。ヒーロー、いろいろと世話になったな。私はしばらく一人で旅をするつもりだ。この世界にはまだまだ私などの想像を超えた謎が数多く残っている。それをこの目で見てみたい。そして叶うことならいつの日か。ヒーロー、ルーシアを大切にしろよ。ルーシア、ヒーロー頼む。ルシア、ルシア。私はこの世界が好き。緑あふれ光に満ちた世界。信じ合い助け合う力強き人々。そう、精一杯生きようという人々の命のきらめきこそが青き星をよみがえらせる魔法の本当の姿だったんだわ。もう世界を滑るものなど必要はない。この大地は
あなたたちにこそ委ねられるべきものなのだから。ルシア、一体。まさか、ルシア。ゾファーが言ったことで、一つだけ本当のことがあるわ。それは、私が最後まで人間の力を信じることができなかったということ。いいえ、ヒーローを信じきれなかったんだわ。そんな、ルシア、僕は。私には人を信じるということの意味すら分かってはいなかった。それを教えてくれたのは、ヒーロー、あなただわ。だからこそ、私は帰ることができる。あの青き星へ。そしていつか、青き星が蘇ったとき、私は全てを委ねる。ヒーローたちがこの世界を愛しているように、青き星を愛してくれる人々へ。その日を私は待つことができる。あなたへの思いこそが奇跡を起こす本当の力だと知っているから。ダメだ、ルシア。私は決して忘れない。この大地とこの世界に住む人々を。そしてさようなら、ヒーロー。あなたが大好きよ、ルシア。アルテナの気持ちが今ならよくわかる。さようなら、大好きなヒーロルシア、僕は。行く？行くってどこに行くのよ。決まってるさ、ルビー。まさか、そんな。無理よ。いくらヒーローだってそんなのできっこないよ。今まで誰も成功した人いないんだよ。すっごく危険かもしれないよ。それでも行くの？ああ。
どうして？どうしてヒーローがそこまでしないといけないのよ。彼女は一人ぼっちで僕を待っている。だから行かなきゃな。私も一緒に探してあげる。だって私はヒーローのパートナーなんだもんね。ルビー、よし行こう。新しい冒険の始まりだ。ルシア、僕は必ず。
ヒーロー、もはや私には何も言うことはない。お前はお前の信じる道を進むがいい。私も私の道を進もう。さらばだヒーロー。本当に行っちゃうのね。残念だな。あなたなら魔法ギルドの幹部だって夢じゃないのに。なんてね。ルシアによろしくヒーロー。あんたが行っちゃうと寂しくなるね。でもきっとまた会えると信じてるよヒーロー。元気でね。やっぱり大したやつだぜお前はよ。ま、尻に敷かれないように頑張んなヒーロー。ヒーロー元気でね。生水なんか飲んじゃダメだよ。危ないことしないでね。きっとルーシアと一緒に遊びに来てよね。約束だよ。